で、 では試合に先立ちまして山田信久選手に功労賞の贈呈を行います。初めに三菱自動車より功労賞といたしまして、電気自動車アトランタ EV が贈呈されます。プレゼンターは三菱自動車工業株式会社国内営業本部長麻生雄一様です。続きまして、エコ景観により功労賞の贈呈です。プレゼンターは株式会社エコ景観代表取締役社長井上綱隆様です。家がありと思わない。